デカキン TV レディゴー、ブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イ、パフ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 、イエ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 イ。ということで今日はですね、世界最大の花が見られるということで植物公園に来ています。もうすぐ世界一の花が見ることができます。ちょっと楽しみですね。はい、まだ咲いてないみたいなのでですね、6時までまだ1時間ぐらいあるのでちょっと様子を見てみたいと思います。今花が咲くのを待っている段階なんですけども、いろいろ花を調べたところですね、食大黄こんにゃくといいまして、花が咲くときに激臭がするらしいです。激臭、あ、やば、終わる。いや、咲くとこも見れてないし、激臭も味わってないし、いや、やばいやばいやばい、激臭でクサーとか。いやいや、リアクション、もう結局ねですね、花の方は咲かなかったんですけども、最後にですね、アナウンサーの方が花の中に顔突っ込んで匂い嗅いでたんですよ。でその時にこうやって鼻に匂い嗅いで、まあちょっと生臭いというか、まあ違和感ありますね、鼻つえない、あいつ。お腹の周り皮下脂肪、鼻から上だけはヒカキン、ツイキャスで言われました、お前は音の出ない人、毎日楽しみにしてます、皆さんからのコメント欄、朝起きてみると書かれてた、お前は森に帰れよデブファキュー。